本期2023年夏アニメ海外人気ランキングトップ 10! はい、どうも、リキトです。というわけで、今回ですね、本期2023年夏アニメ、第3週目の海外人気トップ10という号で、いつも全部で3台ですね、アニメトレンディングさん、アニメコーナーさん、アニメトレスさん、それぞれのトップ10順番に紹介していきたいと思います。というところで、皆さん、海外人気見てますか？いや、なかなかね、今期、まあ、やっぱね、続編が強いんじゃないかって言われてたので、なかなか新作も食い込んできたというところがね、前回までも出てきたわけなんですけれども、今回ね、あるサイトで、とんでもない番狂わせが起きましたね。いや、これはびっくりしたっていう結果もあり、まあ、割とね、まあ、順当なところもありっていうところでね、まあ、やっぱ今期の海外圏はあの先になるんじゃないかっていうのもね、まあ、今回ランキング見れば見えてくるんじゃないかなと思います。はい、というところで、ね、ぜひ皆さん、今回に対する感想、ご意見なんかをね、またコメントお待ちしてます。というところで、早速ですね、まずアニメトレーニングさんのトップ10から紹介していきたいと思います。アニメトレーニングさん一周遅れて第2週目になります。アニメトレーニングさんのトップ10、それが、こちらというところで、ゾーン100がなんと、呪術廻戦2期や無職転生2期、私の幸せな結婚を超えて1位でございます。ゾーン100見てますか。ゾーン100、まあ、僕の体感では、1話、2話、3話って、これ僕の評価っていう意味じゃなくて、なんか盛り上がりがどんどん下がってきてるような印象を受けています。はい。っていう中で、海外人気、めちゃくちゃ高いじゃないですか。うん。で、まあ、そもそもゾーン100の懸念点っていうのは、この終盤とか中盤の話ですんで、まあ、ここら辺はそれ面白くてあってくれっていう感じなんですけれども、まあ、海外人気は非常に高くてですね、まあ、海外評価ここまで高いのかっていうところで、なんとね、1話が呪術廻戦を抜くならまだわかるんですけど、2話で1位を取ってくれたのびっくりしました、これに関してはね。はい、呪術廻戦2期に関しては、これは3話かな、対象回がね。っていう意味では、それを超えてくるのかっていう感じで、それだけやっぱ海外人気はあるのかなっていう、ゾーン100。で、なんと1位獲得というかね、まあ、今期やっぱ新作は厳しいと言われてながら、やっぱゾーン100と私の幸せな結婚ね、やっぱここがかなり検討してる感じで、今のとこすでにね、国内でももちろんそうなんですけど、受けてますけれどもね、海外もすごいぞというと、おめでとうございます。はい。お姉さんが聞いたのかな、ストイックそうなお姉さんの、聞いたのかな、はい、1位というかね。まあ、ゾーン100もね、僕も非常に楽しませていただいている作品ですけど、まあなんかやっぱ原作勢の話聞くと、やっぱとりあえずアニメの範囲は面白いんじゃないのみたいな話はありながら、とはいえ3はね、僕自身もランキング、週刊ランキングとは言いましたけれども、ちょっと好み分かれそうだなっていう展開ではありましたよね、正直。まあやっぱアニメーションとか、そもそものアニメのクオリティっていう面ではもうすごい高い作品ですから、これは僕もね、今期推していきたい作品なんですけど、海外人気非常に高い1位ということで、おめでとうございます。はい。そして2位、呪術廻戦に来てて、これはもう負けたのがびっくりぐらいの勢いでですね、もうやばかったですよね。もう絶賛の嵐というところで、もう国評意見が言っちゃダメなぐらいの空気感もあるぐらいで、まあ僕はもうただただ凄まじいなと、ほんとすごいものを見せてもらったなというところでね、呪術廻戦2期は、今回2位と。第3位、私の幸せの結婚というこれ。無職転生2期がですね、4位で、ワタコンと入れ替わったということで、ワタコンやっぱ人気ですよね。まあ、やっぱ2話がすごかったかなっていう印象はあるんですけれども、まあ、どうなんだろうね。作風的に派手さのある作品じゃ今のところないんで、まあ、異能っていう要素があるんでね、まあ、派手さが出てくる可能性はあるんですけれども、まあ、どうしてもなかなかね、うわーってなるかって言われたら難しいかもしれないんですけど、もちろん面白さとかクオリティでは間違いなく今期トップクラスで常にいると思うんで、そこはすごい楽しみですけど、海外評価も非常に高くてですね、3位になってます。で、第4位が無職転生2期と。まあ、ここもね、もう無職転生も安定してますよね。まあ、次回がどうなるか楽しみですね。神回が、3話の神回がどう評価するのか非常に楽しみです。で、第5位がスキメガ。ええじゃん。メガネが、スキメガええや、2ランクアップ5位。まあ多分ね、もうスキメガ嫌いなみんなはもうみんなやめたかなと思うんでね、もうこうやって僕みたいにもうメガネ忘れようかなと思ってる僕みたいに、みえちゃん可愛い楽しんでる人が残ってるのかなと思うんですけど、僕から評価上がりっぽいだね、見てる人からしたら。もう、シナリオ無視だな、これは。なんでみえちゃんのメガネ忘れてくれんやとか、シチューこぼして許せない、そんなこと言ってる人はもう見れません、このアニメは。もう、みえちゃんが可愛いで完結すると。あとね、なんか最近言って、あずまくんってキャラかっこいいね。っていうなんかね、はい。まあ、5位というところでね、海外もね、がっちりみえちゃんに心をつかまれてるということですね。第6位が、ブリーチ、千年結成、ワンランクダウン6位という。ブリーチ意外とアニメトレーニングが抑えめの順位ですね。まあ、ここからどうなっていくのかっていうところはありますけど、最新話が、まあ、入ってないかな。熱かったですよね。っていうとこで、3話、2話かな、これはね。僕も2話は相当厳しいこと言ってたんですけど、まあ、6位というところでね。まあ、トップ10にはもちろん入ってる。
第7位がホリミアっていう、こうね、ホリミアが本当面白くてびっくりっていう話をしてるんですけど、ただ見てる人はみんな思ってるんで、で、見てる人がやっぱね、なかなか増えないよ。当たり前なんだけど、これマジで見てほしい。ホリミア。本当に面白いです。まあ、もともとワンクールで完結したんですよ。原作十何巻とかあるんですね。それをワンクールで完結したって現わざにしたんです。それ見事だったわけですよ。めちゃ評価高かったわけですよ。そんな中でそのアニメができなかった原作ファンがもう泣きまくってたよね。もう原作ファンがアニメ楽しみにしたら、俺の大好きなエピソードないやねんかって当時切れてたエピソードたちが今アニメに落とし込まれてるんですよ。本当に面白い。それは怒るわって思ったよね。おーっていうところで。まあ、当初からね、2クールで良かったんじゃないかという話もあったりして、まあ、もうぶっちゃけそれは思う。ぶっちゃけそれは思ってるっちゃ思ってたけど、まあ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 、これマジで見てほしい。なんかスピンオフみたいな思ってる人いると思うんだけど、ほんともったいないですよ、これ見ないのは。はい、素晴らしいです。7位と。ただね、あくまでやっぱワンクール見た前提だよね、これ。まああくまで2期っちゃ2期な感じだなと思いますよね。まあ、スピンオフっちゃスピンオフの扱いなのかなと思います。はい、まあ加減にも高いですね、納得です。第9位がアンデッガール、マドファースということで、2週連続8位という、こうね、アンファル、もう僕は正直あんまハマれてないっていうのが正直なところなんですけれども、やっぱ3話にして話の動きがっていう僕は思ってるんですけどね、なんか今日コメント見てたら、お前はあらすじしか見てないんじゃないかみたいな、いやあらすじしか見ずにどうやってランキングこんな語るんですかみたいな思ったんですけど、そんな風に、そういうふうに思われてしまうような語りだったのかなと、ちょっと悲しかったんですがね、アンデッドガール、まあ、どうなんだろうな、評価はやっぱ非常に高いかなと思います。見てる人に関してはね。ただ見てる層が増えてないかなって、広がってないかなって。やっぱゾン100とか、ワダコンがこうバーって広がってる感じで、海外行きも非常にいいみたいでね。海外行きも高いんですけど、8位となってます。第9位が、お、できる猫は今日も憂鬱？ 9 位じゃないですか。まあ、こういう日常系ってなかなか入ってこないですけどね。いいじゃないですかね。前回は、あ、ルロケンとか、え？ルロケンとかブンストがなくなって入ってきた。まあ別にこれも素晴らしいだけですけど、マジか、ほんとじゃん、ルロケもブーストもないじゃん、マジかよ。そうか、ルロケンとブーストが抜けた分がこれ入ってきたんですね、今回。いやマジか。できるね、こうね、めっちゃいいっすね。これ1話なんかあんまとか言ったんだけど、2話3話めっちゃハマってて、うん、面白いっすね、これ。よかった。いや、これ正直原作すぐ読むのやめちゃったんだ、確かね。こうやってアニメ化してこうやってハマるって先に結構あってね、やっぱいいっすね。はい。できる猫は日常系として相当いいと思うんで、これマジでおすすめですよね。クオリティも高いし、ね、9位と。でも海外にこれ高いのも嬉しいですよね。第10位がダークギャザリング入ってきましたね。ダークギャザリング。ここのやっぱ評価は非常に高いかなと思いますし、まあ連続にグールっていう方でね、まあそんなに多分ものすごいテンポ感でやってくる作品じゃないのかなと思ってますけれども、ガンガンどんどん面白くなってきて、雰囲気もやっぱ非常に出てですね、まあ、海外人気も、全然出てくる可能性あるんじゃないかなと思ってますけどね。で、10位というとこになってます。はい。ということで、アニメドリームすいません、飾りすぎましたがね、ここからアニメコーナーさんのトップ10紹介します。アニメコーナーさんの第3週目トップ10、それが、こちらというと、俺、呪術廻戦2期3ランクアップ1位まあ、それは1位やわな。それは1位やわな。まあ、前回4位ならちょっとびっくりだったぐらいですよね。アニメコーナー、そうか、開幕が1位で、2話がまさかの4位になって、で、今回、まあ、再び1位ということで、まあ、3はそれ1位だわな、次考えて。うん。っていうぐらいやっぱすごかったですし、本当、一秒の隙もないというか、まあ、やっぱ今期、もう派遣これだなって思った。もう本当にそれぐらいすごい、3話だったかなと思いますけどね。心がえぐられたね。えぐられにえぐられちゃったよ。はい。というところで、まあ、3ランクアップして1位というこうね。まあ、アニメコーナーやっぱブリーチがね、めちゃくちゃ人気なんですけど、ブリーチがね、今回、2位というか、前回に続いて2位というところでね、まさかのブリーチが1位を取れない事態というところなんですけど、もうこれ、パーセント見ていただいたら、一目瞭然なんですけど、呪術とブリーチがもう超僅差、0.07% しか違わないっていうところで、まあ、さすがにブリーチめちゃくちゃ良かったですからね、第2位というところで。あ、でもこれはあれか、2話の話なんだね。という意味では次回は絶対1位か、これ。まあ、呪術対もうブリーチなんじゃないか、アニメコーナーはね。まあ、次回これ1位な気がするな、ブリーチ。めちゃくちゃ良かったっすもんね、最新はね。第3位、ワタコン。ワタコンやっぱ人気だね。ワタコン。最終的にワタコンとか1位だったらめちゃめちゃ面白いんだけどね。本来続編ってやっぱどうしても、国内ももちろんなんですけど、海外も人気落ちやすいんで、まあそこは期待はしてますよね、ワタコンね。3ランクアップと。いいね、3ランク上がってきたか。うん。いいっすね。無色とか、アンファルとか抜いてきた感じか。いいっすね、ゾーン100とかね。はい。第4位は無色転生2期という、これ、まあ、無色転生さっきも言った通り、まあ次回見方が楽しみですけど、まあ4位と。まあ安定しますけど、やっぱ一気に比べると正直ちょっと低い、4位で低いっておかしいんだけどね。まあ若干低空飛行がある。第5位はゾーン100という、これ、4ランク落ちちゃいましたね。これやばいんじゃないの？
アニメコーナー、まあ、アニメコーナーって結構ね順位の変動激しいんで、多分このサイトなら一番激しいんで、いきなりね前回10位だったのが1位になってするんで分かんないんですけど、まあ、ゾーン100これが評価落ちてきてるような気もしないでもないですけど、ちょっと次回以降順位注目ですね。はい、第6位がアンデッドガールマンダーファルス。アンファルス非常に人気ですよね。うん、海外評価高いね。これ終盤もしかしたらこれアンファルとか1位だったらめちゃくちゃ面白いけどね。はい、第7位が好きな子がメガネを忘れると人気はないですか。好きメガ、はい、楽しませていただきます。7位、第8位ダークギャザリング。こちらも2週連続8位か。ダークギャザリングがいいですからね、これも楽しみと。第9位が文豪ストリートクス、入ってきましたね。いや、文ステップは5期だから見てる人は少ねえのかな、これね。おかしいの、この順位は。もうほんとめちゃくちゃ面白いですから。はい。僕の個人ランキングもね、かなり評価をさせていただいてる文豪ストレイドッグス5期ですけども。私はね、もうこの、文ストを今頃追いついてこれやったりしてるのがほんとなんか申し訳なくてしょうがない。多分ね、3期やってた時から本当だったら多分このチャンネルで紹介できたはずなんで、多分ね、あ、3期はダメだったね。まあ、4期は素直にできたんでね、ちょっと後悔してるぐらいなんですけど。まあ、5期、ここからなんか絶望展開続くらしいですけど、楽しみですよね。第10位がノノツモじゃないですか。ノノツモ、国内ではすっかりもう国評の嵐になってきた7つの魔剣が試合する。大丈夫なんですか。7つの魔剣はだったっけ、まあ、でも7つのん、7つの魔剣が試合する、どうなんですか。なんか1巻の終わりは5から6話ぐらいになりそうとこの前聞きましたけどね、そこは面白いとか聞きますけど、ちょっと厳しいような気がするぐらいね。まあ、でも、とりあえず今のところ、動画編でももう、ゾン100とワタコン、アンファル、愛の遺伝子。この辺かな、なんか聞くのはね。やっぱなんか、まあ、その世間的注目っていう意味では、ゾン100、ワタコンが抜けてるかなと思ってますけど。うん。7つも、これは頑張ってほしいところですね。第10位になってます。海外受けしそうだけどね、でも7つもとかどう見てもね。はい。では、最後ですね、アニメトリックスのトップ10紹介して以上となります。アニメトリックスさん第3週目トップ10、それが、こちらというところ、呪術廻戦2期アニメコーナーに続いた10! 今でも合わす、あ、すいません。さすがです、1位でございます。あ、終わるかよーっていうサンバが見たかったですというところなんですけどね。はい、さすがで1位でございますわ。スコアも6251。え、よかった。もうすべてがよかった。もうね、クオリティも、兄よりも、話も。はい。で、第2位が、無職転生。お人気じゃないですか、無職転生。そうか、無職と呪術が入れ替わった感じなんですね、今回ね。今回呪術は面白かったかな、ほんとね。第3位がゾン100。第4位がブリーチ千年結成。ゾン100は非常に人気ですね。はい。第5位がヘルク。これ順位変わってない。まあ、アニメトリックスいつもあんま順位変わんないですよね。第6位がアンデッドガール、マーダーファルス。第7位、私の幸せの結婚、第8位ホリミアピース、第9位七妻、第10位が自販機じゃん。え、ブーストが3ランク持ってて自販機が上がってトップ10、なんちゅう順位やこれは。でもね、自販機ね、これ3も面白かったんですよ結構。あんま捨てたもんじゃなかったんだけど、ちょっとブーストの入れ込んだらちょっとなって感じしますけど、七妻、まあでもワタコが意外と低いよね、こっち。まあ低いって言っても7位なんだけど、うん、っていうところで、まあ、大体トップ10はおなじみな顔ぶれになってきてましたね。まあ、ヘルクがこのアニメドレス入ってくるぐらいか。まあ、あとは大体一緒ですよね。うん。まあ、その、ちょっとトップ10の中の1、2作品は違いどっていう感じ。で、まあ、やっぱ全体で見るとどう見ても呪術廻戦がね、圧倒的に強いなっていうのが、まあ、見えてくる。まあ、そんなクールかなと思います。はい。という感じで、今回の本家2023年夏アニメ、第3週目の海外に企画トップの紹介は以上となります。この先ありがとうございました。アニメドリフスといえばね、最後15位も言ってなかったけど、11位がダッキーダリング、12位は、スキメが、13位がブンストゴキ、14位が、ライドのアトリエか。第15位がロケンか。はい。というところでね。まあやっぱ呪術がまあ圧倒的覇権のクールかなっていうのは、まあこれは国内もそうだし海外もそうなってるかなっていう感じは、知ってる中でゾーン100がやっぱ検討してますね、かなりね。まあゾーン100とワタコンはやっぱ国内もそうですけど海外かなり連動してますね、ここに関してもね。意外とワタコンとか海外評価どうなんだろうって感じするんですけど、海外人気も非常に高いみたいでね。やっぱ話が面白いからそれは海外人気にも伝わってんのかなって感じがしますけど、まあ無職は次回どうなるか楽しみですよね。無職化すっげえ面白かったですけどね、どうなるか楽しみです。はい、まああとはあんまどうだろうね、アンファルとか上に来る可能性はまあもちろんあるかなと思いますね。ぶち破ってくるか、
まあ基本的にはね、まあ、今季開幕前に言ってた通り、呪術、ブリーチ、無職、もうこのトップ3ぐるぐるぐらいになるから、ゾン100とワタゴンが失速した瞬間にマジでこれ全部トップ3になる。前歳とかこのトップ3ってマジであり得ると思ってるんで、本当に。今回は違いましたよ。今回は違ったっすけど、うん、全然ある、ね、どれもね、ランキングになってるんで。うん、まあ全部呪術、無職、1、2もあるな、全然ね。ブリーチも3話がめちゃくちゃ良かったんで、まあ多分順位上がってくると思うんで、その辺も非常に楽しみだなっていうところで。まあ来週の順位予想もしながらね、皆さんまたお待ちいただけたらと思います。はい。っていう感じで、以上となります。次皆さん、今夜のランキングする感想、ご意見なんかまたコメントお待ちしてますし、まずね、来週以降も引き続き海外人気ランキング、またこの後には配信人気ランキングとか、まあ、個人的ランキング感想とかまた上げていきますので、ぜひお気に入りチャンネル登録、高評価もしてください。嬉しいです。今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。